和樹大竹ブランドデビュー、うん、さて和樹大竹入り込んでますねもう、うん、結構前から入り込んでてあもうということで和樹大竹ブランドデビューに向けて、うん、着々と準備も進めさせてズンビズンビズンビエッグ獅子じゃないんだからエッグ獅子やってるんで着々と準備が進んでいるんですけれども本日が最終サンプルチェックということになりました。そんな追い込まれてるの？そう追い込まれております鉄獅子もう少しあんのかと思って手応えはいかがですか大竹さん。50だね50、うん、やっぱ最後であの追い込むタイプだからなるほど、うん、だからいつもスタッフてんてこまいだよまず最初に前回の撮影でリモートで参加してくださったビギンプロデューサーの三月さんにも本日お越しいただきましたのでまずはご紹介させていただければと思います、はいはい、じゃあ三月さんお願いします。どうもお願いします。こちらにどうも、ね、ありがとうございます。ご本人ご本人できて嬉しいです、ね、ビギンプロデューサーの三月さんです。三月さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で一緒に三月さんにもサンプルチェックをしていただきたいなと思っておりますので、はい、楽しみですね。そうですよね。どんなものが、うんうん、はい、今日は僕ね、はい、初見なんで。そうですね、はいはい、そうですか。そうです。あらでもガンガンダメ出ししてほしいですけどね、まあ、でもこう三月さんでひっくり返るっていうのもそれでは早速始めていきたいと思うんですけれども、はい、三村さんには副音声的にモニタリングで大竹さんの動きをチェックしていただきたいなと思いますので、うん、ガヤ的に裏で盛り上がっていただければなと思います、はい、うん、それではまずはメンズから早速始めていきましょう。裏メンズのアイテムで言うと、うん、今8型進んでます、うん、でこの間ちょっと T シャツ作ろうか作らないかみたいな話もあったんで、うんうんうん、それも入れると9型今進めてるんですけど、うん、まあ、三月さんにちょっとこう、うん、ラインナップをご紹介しながら今日大きく決めたいのは色展開、お色をね、はい、うん、とあとこういう資材だったりとかこういうパーカーのこういう紐とかを決めて、はいはい、ね、はい、行きたいと思います。全部僕が変わってるわけじゃないんだよね、この間見た時からね。そうなんですよ、ちょっと、まだね、多少遅延してることもあるので大変なんですよね、はい、まず前回何言ったか本当がっちり生で見るとなるとこれ長そうだ、ね、長いと思います。まだ落花生食べて、はい、落花生食べていただいて、はい、まだリラックススタイル導入はこんな感じだもん、はい、覚えてくれてますんで、はい、その辺もちょっと説明を受けながら分かりました進めたいと思います、はい、ではまずシャツからいこうかな。シャツ、俺すげえ近くにいるのにさこれの素材の感じとか見れないってすごい嫌だね。そうですね、それがちょっと見えないですね。うん、シャツを2色、はい、で1個はもう黒ですよ、ね、であとその他他にもいろんな色があるのでもう1色決められたらなと思ってます。でもこの色も素敵ですよね、この感じね。この色いいよね、うん、それでいきます。こっち、ね、このまま、はい、じゃあ色決まりました、はい、はい、決まりました。早い、はい、仕事早い。でセーターは色が決まったから、うん、あいつはこういうところになってくるとガチになってきますからね。そうですね、どんどんこう吸い、うん、今ももう顔がマジですから、ね、ベージュ、チャコール、ブラウン、黒、ブラック、はい、あ、なるほど、この4色、うん、でもう決まったんですね、はいはい、いいですね、この色ね、いいです、いいです、意外と、うん、すごい全部使いやすそう、使いやすい、ちょっと高級感あり、うんうん、ベースがね、こんなモノトーンなんでね、そうですよね、この色はいいですよね、差し色のやってもいいですよね、うん、黒以外はいい加減に決めるからそのパターン非常にいいです、これだからいいです、なかなか出ないです、この色ね、まあ、俺は黒しかいらない。じゃあニットの色は決まっていて、はいはいはい、でレイヤードとかもするイメージなんでしたっけ、このシャツにニットとかね、なんかこの生地感結構これも ねカットソーですもん、カットシャツですもん、これ、ね、不白、これ福ちゃん、あ、不白です、不白なんだ、はい、俺これだけ触ってていい、この色結構好きいいですよ、もちろんです、確かにね、いいですね、この色、でもさっきのあのニットの色をね選ばれた感じ、ね、いいどうしたおら、あ、なるほどなる、はい、解説してて全然わかんないここにいたら一緒なんだよ不白で、不白、不白って何かわかんない、あ、不白です、なるほどね、フラッカーで織物、ちょっと触る、織物ね、あれを重ね着するの、ちょっと何が違うの、こっちの方がクリームが、
そうだね、ちょっとね、そうです、ニットとシャツを重ね着するのもどうでしょう、巨匠この色も素敵ですよ、ね、この色いい色ですね、うん、それで行きます、こっち、ね、このまま、はい、じゃあ色決まりました、はい、はい、決まりました、こちら、はい、変わったのかな、前回から、はい、修正しております、修正してある、膝下をちょっと細くしております、うん、ああなるほどね、はい、で前は結構ストレートだったんですね、そうかな、はい、もうちょっとこう膝下が太かったんですけど、なるほど、それをテーパードさせて、はい、キュッと、はい、もう関係ないでしょちょっとね、壊れちゃったんで、壊れちゃったね、あ、壊れちゃった、うん、あこの色と基本は黒と、でもチロパン履くようなイメージでこういう色とかね、あ、いいですね、いいですよね、いいかも、でも素材はこんなんだって、うん、いいですね、ゴージャス感も出ていいかも、でもチロパン履く延長線上、はいはいはい、なかなかいいかもしれない、いいですよ、ね、これまたグレー、あ、早いっす次こちらです、はい、すいません、あ、これはもうセットアップなんですね、これはもうそうなんだ、で、まあ衣食は真っ黒と、うん、これ形はまだ直ってないんだもんね、直ってないです、肉厚になりますね、これを考えてライブの打ち合わせかなり比率つく場面も、いや、超比率つきますよ、そうっすね、それかも絶対言ってない、あと音楽系とかになってくると音ネタもあるじゃないですか、あの辺とかは俺もちょっと音苦手なんで、もう大竹頼りになってくるから、あいつの脳の中にあるキメがあるから、この辺もね厳しいですね、ネイビーと何とも言えない、結構でもイメージがあるんですね、なんだこうやって言えるってことは、気に入ったものに関してイメージはかなりあるんですね、本当にクリエイター気質ですよ、なるほど、うん、そう思います、クリエイター気質だと思います、うん、なんか人任せにしたくない何かあるんでしょうね、黒の海では結構でニットの空張りが多いから、うん、黒でもなんか潔い、じゃあもうそれでいこう、うん、だったらじゃあ黒だけで、はい、あと紐を選びたい、紐を選びます、もう紐ですよこれ実は、で紐の種類が木村さんがこの家庭やってみたいとか、例えばないっすね平らな、やっぱきしめんみたいな、はい、きしめんみたいな、この平らなきしめんの紐なのかとかって、これ大変じゃない、これロゴを入れたりとかロゴを入れたり、おーおー、あのきしめんに出来上がった商品をいいねって無限にあるね、これ無限に、なのでこういう風にブランドらしさ、俺このロゴの紐いいな、多いですよね、ここに何かプリント入れたいっていうふうにもおっしゃってたので、はい、やれば無地でもいいのかなとか、確かに、で詰め込んでみたらね、多分大手さんいろいろいろんな人にアドバイスもらってますけども、何も入れたくないですよ、決まってるんじゃないですか、そうですね、もっとその流れ、ほらもっと太いとか始まったでしょ、センチ測ってもらって、うん、おセンチでいく、あそれいいね、そのサイズ、あこれ、うん、これがいいらしい、これがいいらしい、ふっくらきしめんね、これがいいらしい、ちょっとふっくらさせたい、ちょっとふっくらピタッてやつ、ちょっとふっくらってできるの、このふっくら、このふっくらがね、すごいすごいひらだけどふっくら、ふっくらしてるやつあればね難しい注文入りましたよ、入れることができます、これの太い、そうそう、はい、まあいいで、あ、いいですか、いいですよね、じゃこれの太いができたら一番ベストなのか、わかりました、今ちょっといろんな人がいるから遠慮してる大竹さんになってます、やるかもしれない、結局こうなるじゃん、うん、そうすると今日の夜電話がかかってくる、そうですね、あ冷静に一回考えてみて、これ冷静じゃないか、なんか、うん、みんなの声を聞こうってし、うん、そう、あのいい人になってるからいい人モード、だからまず大変なんです、そういう心理なんだ、でも優しいですよね、そう考えると、ね、今ここで揉めないですよ、うん、そこに家帰って紐が派手でもここにロゴあってもいいんじゃないかとか考えてるのが好きなのかもしれないですね、ここにデフォルト、逆に今何も考えてないから、もしかしたらちょっと今いらねえかな、それも、うん、こっちかな、今ここか、試しにここにし、ああこれぐらいがいい、これぐらいがいい、これぐらいがいい、うん、あそれがいいです、あよかったです、うん、これぐらいの刺繍、じゃあここに入れて、メガネ刺繍、はい、で紐をふとふっくらきしめんの黒、無地かな、ちょっとこう
構今悩んでます。飽きちゃうかな、色入れたら。これはもしかしたら後で電話かかってくるかもしれない。来るパターンかもしれない。じゃあ一回これで噛み締めて、さっきのちょっとこう冷静に考えて、もう一回こうやりたいぐらいな感じ。そう、寝かしタイムがあって。そうですよね。確かにそういうことだったかな。なんだろう、こういうのを写真かなんかで持って帰って。なるほど。僕はちょっと見たりして。そうですね。このぐらいがちょっと男っぽくていいね。男っぽいね。いいですね。ベーシックながらもちょっと遊びがある、ね。すごくヒットしますよこれ。え、本当ですか。はい、すごくね。意外とないじゃないですか。意外とないです。はい、僕欲しいですもん。え、このぐらいちょっとの感じがいいんですよ。うん、軽くね。はい、軽く、ね。この色がいいですか。どっちがいいですか。このグリーンパイもいいね。男の人。どうですか。紐がちのだいぶこれとか分かんなくなってきちゃう。この辺の色見ると。うん、こっちこっち。このぐらいのがいいじゃないですか。これね、このやっぱりこのニットのね感じと合わせて、うん、はい、うん、いいですね。じゃあ決まりました、うん、これ家帰って寝かし案件だな。で、アウターは一色で行きたいです。はい、わかりました。なんかチャコールグレーも大人なんかすごく好きだけど、黒なのかな。一応でもこういういろんな人の意見を聞く機会は欲しいです。例えば放送作家さん、そうじゃないですか。うん、かったら皆さんの意見どう思います、どう思いますみたいな。うん、自分のブランドですからやっぱり。俺が妥協してどうすんだろうなみたいな時間があるんじゃないですか。自分の答えをちゃんと出したいっていう感じ。でももうちょっと明日電話ですよ。ね、どこか分かんないけど何ポイントかはあると思う。なるほど。ゼロってことはないだろうな。みんなに来ちゃうってもありますよね。すごいおしゃれだと思う。うん、あのこれより黒いと光沢がなくなるとかってあの辺が気になってたんで、でもこれはこれで決まるんだ。レイヤード感出ますもんね。かっこいい、ね、かっこいいですね。かっこいいです。またこれは真っ黒で決まった。いきますよ、ね、ダブルとダブルとダブルマンです。いいですよダブルね。2パターンいい、ね、ダブルあったんですけど、はい、オリジナルの方でシングルのこういうチェスターがあるので、うん、できればブランドとしてはちょっと初めてなので、うん、大竹さんの方でダブルダブルがいいと思います、ね、ちょっとやんちゃなね。ちょっといいですねダブル、うん、そうですよね。シェアできますよね。あ、これはまた、うん、で前回この辺のウエストのシェイプ具合もう少し少しそうですね、うん、修正しているのと、うんはい、あとこの後ろのベンツをサイドにしましょうっていうので、まあ、サイドの修正して、ね、はい、ちょっとエレガントな感じ。あ、うん、もう長すぎてあっちが黙り出しちゃった。はい、長い試合になるなと思う。今試合をじっくり見ましょう。試合じっくり見たね。いいなと思ってるでしょ。え、意外とまあちょっと分析はこっちでしてます。はい、してで、ジャケットの空張りです。ただね、形とかじゃなくてね、今はい、はい、で、あ、色はこの辺があります。何色ですか。2色で2色グレー着るのかな。グレーちょっとそう、どう見えるか、ね、黒はなんか想像がつくけど、ね、どうですか、うん、黒だけ。まあそれもいいんじゃないですか。あるかもしれないですよそれは。であとなんかワンポイント欲しいねみたいなお話もあったので、例えばここにこのアイコンとなるメガネを刺繍とかでこのラペルピン的な感じで刺繍するのどうかなって。逆にここにほらネイブここによく入れてるじゃないですか。みんなここに入れるは納得いってないかもしれない ね、 そうですね、今の流れはね。あとラペル幅も9センチっていうのがいわゆるねブリティッシュのクラシックとされている。太い方が、太い方がね、それがクラシックなんですよ。でスーツのトレンドって全部これ出るんですよ。あ、そうなんだ。全部ラペル幅で出るんですよ、で今結構英国クラシック会議なんで太くなって太いのしかないんですよ。今の聞くとやっぱそうね、確かに細すぎない方がいいんだろうね。間ぐらい、これのはいいいところです。キープ、そうします。そしてどうなんですか、ブランドの顔となってくる、うん、ネーム類ですね、こちらはい、とかを、大中小と用意しているのと、あと黒バージョン白バージョン用意しているので、うん、その辺をなんか選んでいきたいなっていうのと、うわ、あと下げ札悩んだ。マジじゃない。こんな慌てて決めるやつじゃないのよ。黒がいいですね。私は黒がいいですよね。なんか一回一人にしそう物によってはい変えることもできるので、うん、ジャケットも
ぱいですか。いいですね、いいですね。基本的に見える位置にピスはあんまりつけない、うん、シンプルに。こういうとこはない方がいいかな。そうですね、はい、はい、ブルゾンがリバーシブルなのでネームをつける場所があんまり少ない。でもここからさ、こういうのつけるのもあります。めくったら、あー、それもいいですよ。見える、うん、確かに、うん、大きいネームが下げが、まあ、うん、最終的にはどうなんですか、取られちゃうんですよ、うん、でも店頭いっぱいね、商品ありますからね。ちょっとでも大きい方が存在感あるのは大きい。じゃあ今日はね、こっちで行きましょう。はい、OK です。で、Tシャツだ。はい、Tシャツってのはまた難しいですね。Tシャツを、ね、前回足したいっていうリクエストをいただいて、うん、急ピッチでサンプルを上げてもらったんですが、はいはいはい、ただこの時期、うん、ベイフローのオリジナルで無地 T が結構いっぱい出るので、はい、おー、なるほどね。なんでやんねんがいいんじゃないかっていう、そっちで賄えるんじゃないかじゃあそれでいいと思う、はい、これ以上点数増やしたらねいっぱいいっぱいになりますからね。そうなんですよ。靴からいきましょう、ええ、で一旦前回これこの方向性に決めて、はい、でちょっと長さを高さかなを出すっていう話で、はい、でソールをここまではいかないけどちょっと平らは嫌だなみたいな。そうですね、横がね、はい、でソールいじられてるんですか。本当にこれぐらいがどうですか。かかとがすげえ出てる。おー、いいですね、いいですね。でそれが、まあ、これ歩きやすいとか今これにこう割とね、これですけど、ね、どうですか、ね、かかと出っ張んないの。出っ張っちゃうのかな。出っ張んないこっちは大丈夫です。かかとの出っ張りを非常に気にしてます。かかとの出っ張りがね、やっぱり一番、うん、流行りのね、これが嫌なんですよね。そう、これ嫌なんです。あ、そうなんですね。踏んじゃうから。踏んじゃう、人の踏んじゃうから人の、はい、高さを出すけど、ここが痛くちょっとかけさん入ります。大丈夫ここ、ね、あ、そうですか、はい、あんまうるさくならないようにね。あ、なるほど。掛布さんになるんですね、解説をやると。はい、ちょっと履きやすい。新しい履き。このね、いいですよ。いいですね。やっぱ一服して、いい流れになりましたね。そうですね。一回リフレッシュして。今ね、非常にいい靴出来上がったんじゃないですか、これ。裾幅がね。で私、掛布が思うと。非常にいい靴が出来上がったんだよ。ちょっと調整していただいた方が。でポイントも入れられるんですが、うんうん、こういうサイドとかだとプリントで、でこことかだったらこういうネームにできるんですけど、どっち方向がいいですか、ね、何にもなしのこの感じにするか。なんか汚い手で触ったらもう、なるほど、汚れそうですね。汚れるか、結構触りますからね。触る、黒の方がいいですかね。じゃあ、お、そうですね、うん、黒に白地で絶対持つからね。名前まで入れるかどうかだね、その太さで言うと。このロゴだけにしとく。あ、でもさっきからの流れでいくとロゴだけの、ロゴだけの、かわいい、うん、いいですね、この靴、うん、ワンポイントでいいです、ね、非常に、うん、いいと思います、ね、はい、ね、じゃあこの感じで、これあのソールだったらこれいいよ。ちょっと合体が楽しみですね、これね。いいですね、うん、楽しみな、この合体が。で、ニットキャップはもう黒でこの色で決まってるんですが、はい、もっと出すとか出さないとか、なんかいう話してる。そうですね、1センチほど後出そうかなと、はい、でネームの位置ですね、はい、ピースをつけるかどうするか、うん、メガネこのロゴ本当にするかいいですね、これ、うん、こう、こうする、それじゃない方がいいの、うん、こうする、うん、はい、もうどっち行きますか、ピンクとかある、好きです、もう後ろでいいよ、横か、うん、ではメンズは決まりました、はい、メンズはメンズは驚いてる。覚えてないですか、おたけさん。え、レディースも決めましたもんね。レディースも決めましたか。はい、どうでしたか、おたけさん。この世話しない、世話しない。いや、もうなんか追い込まれて早く決めなきゃみたいなプレッシャーがすごいですよ。いや、あれは私、掛布の思った通りです。何点かは家持ち帰ってひっくり返すんではないでしょうかね。あの紐の下り怪しいな。怪しいなじゃないんだ。またちょっとこう思い出したらお電話していただけたら、はい、はい、思います。そうそう、すぐそこいじってくるからね。いや、でもいい話も聞きましたよ、そのイギリスは9センチでしたっけ。9センチですね、うん、はい、ね、あれがベーシック英国の、ね、英国の、うん、あ、そうなのか。今日来てよかったです、はい、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。ではまた次完成をお楽しみにしていただきたいと思います、うん、はい、はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。